ヨキヒと申します。今回はミサモのライブが発表されたんやけど、その場所がなんか未だに発表されてなくて、だから9月25日までには発表しますみたいな書いてあったから、ちょっと予想をしていこうかなと。ミサモジャパンライブツアー2024年11月2日3日が関東近郊、2024年11月16日17日が関西近郊、まあ、つまり2会場でやるってことやねんけど、関東の方がまず注目するポイントが開場時間と開演時間の差、これが2時間あるねんな、どの公演も。2時間撮るってことは基本的にはドーム規模の会場のはず。インテックス大阪とかやったら1時間とかでいいはずやから、2時間撮るってことは絶対ドーム規模で、これ開催が発表されたのが9月で、もう11月にはツアーライブ始まるから、もうたった2ヶ月もなくて、ってなるともうほぼ会場埋まっちゃってんねんな。でそこから予想できるはずと。で空いてる会場とまだ未発表なことを鑑みるに、運営としては多分東京ドームと京セラドームでやりたいのではないかと。でもなんか東京ドームがプロ野球の関係で使えないかもみたいな、使えない可能性が高いっぽいねんな。なんかどっかのチームが勝ったら、巨人が勝ったらなんかホームでやるみたいな感じらしい。日本シリーズでどうのこうのみたいなのが流れてきた。結構な人がやってるから、まあ多分そうなんでしょう。野球わからへんけど。東京ドーム使いたいけど、ギリギリまで粘って、まあ無理そうやったら仮押さえしている別の会場でやるから、まだ会場を発表できないって感じなんかなって。じゃあどこを押さえてるかっていうと、東京ドームが無理やったら多分、まあドーム規模の会場で関東近郊ってなったら、もうおそらくベルーナでしょうと。ベルーナドーム歓迎してる人あんまりおらんと思う。ベルーナね、ちょっとラブライブの会場でもちょっとオタクにあんまり人気がないですけども、半野外みたいな感じだし、11月だとちょっと寒いんちゃうかなっていうのはありますね。しかもちょっと交通の便がね、ベルーナはね。でもまあほぼベルーナで確定じゃないかなと思ってる。一応他にも関東で空いてる会場あるんやけど、関西の方が空いてる会場がほぼなくて、どこ空いてたっけな、関西。大阪城ホールとか人気な会場はほぼ埋まってて、空いてるのが京セラぐらいやったはず。ドーム規模となると。長居とか前撮ったかな、山村スタジアム。でもスタジアムとドームっていうなんか組み合わせはしなさそうやから、あ、多分ドームで京セラやろうなと。で、その同じステージ構成にしたいはずやから、まあ関東もドームやろうと。で、空いてるドームはもうベルナしかないんやな。ワンチャン K アリーナも空いてたからあるかなと思ったけど、 K アリーナやと同じ構成にできひんよな。私はあんまり K アリーナ好きじゃないけど、行きやすいっちゃ行きやすいんやけど、あんまりアイドルのライブには向いてない感じやから、バンドとかパフォーマンスよりも音がメインのライブやったらいいんやけど、やっぱアイドルは顔が見たいからさ。そうなるとちょっとレベル7とかやったら高すぎるし、アイドルのライブやとちょっとなーって感じ。なんか会場発表できんじゃん、なんでこんなに急いでるんやろって感じがする。なんかアルバムの発売も延期になったし、なんか MV 撮ったのもめっちゃ最近っぽいねんな。ももちゃんの髪色が変わってるから、なんでこんなに急いでるんやろうっていう。運営がなんかこう箔をつけたいのか、デビュー2年目でドーム公演を成功させたみたいな、そんなことせんでももうなんか十分じゃねと思うんやけど、それよりもなんかこう11月に突っ込んだことによってライブ3週連続ミサモはなんかこうイベントがあるね。間に
TWICE のダイブのサイン会が入ってるからめちゃめちゃ体調が心配。大丈夫かな。でもアルバムのコンセプトは良さそう。オートクチュール、前の続きみたいなコンセプトというか、ミサムはこういうなんか高級ラインで行くんかなって。顔が高級やから。でもこんな11月にライブやらんでもよくないとは思う。年明けじゃあかんかったんかな。デビュー2年目でドームに立ったってことにしたいんですかね。まあこんなに近かったらな、行きたい人もさすがに行かれへんみたいなこともあるんちゃうのと思うけど、長期の人なんか会場わからんまま当落発表やし、ダブルパインか、会場は後日発表いたしますって、そんなことあんのって感じよな。チケット代もめっちゃ高いな。13,500円で、アップグレードする人は多分これにプラス1万とかやろ。やばいで、ほんま。なんかミサモの時ほんまいろいろ高いねんな。グッズもめっちゃ高くなってるし、トワイスに比べて。やっぱ9人のところから3人に縮小されてるから、ちょっとでも稼いだろうみたいなやつ、ちょっとぐらい値段上げてもどうせ来るんやろみたいな、足元見られてますわ。そんな当たるかまだわからんけど、私は関東会場には行けなくて、11月2日は推しの誕生日で、さすがにそこは推しのバースデーイベントがあるから無理なんよな。で3日もリリーベがあって、推しの元々のミサモのアルバムの発売日と推しの発売日が被っててやべえと思ったけど、まあ、1週間ずれたからあれやけど、まさかこんなに早くやると思ってなかったから、めっちゃ年明けやと思ってた。マジ大変やな、こんなに急がなあかんか。もうちょっとなんかこうミサモもワンスも準備した状態でやった方がいいのではないかと思うんですが、まあ2日3日ベルーナドームで多分別にいいかなと。行きたかったけど、こういうイベントかぶりはまあ避けられへんし、2日3日ベルーナやったらあまあ、いっかってなる正直。東京ドームやったらうわ行きたかったってなるけど、ベルーナやったらいいかな。京セラ行けたらいいかなっていう。京セラも当たるか分からんけど、16、17ね、行きたいな京セラ。まあ、まだ京セラかどうかも分からへんけど、ワンチャンなんかこうみんなが会場に入るのが遅すぎるから2時間撮ってるだけっていう可能性もあるから。なんか他のライブの時に比べて TWICE のライブってめっちゃ入場するのが遅い人多いなっていうのを思って、中入って早く座りたくないかなってすごい思うんやけど、めっちゃギリギリの入場の人とか遅れて入場する人めっちゃおるし、なんか時間通りに全然始まらんの。だからワンチャンその可能性もある。2時間取っとくからさすがにこんだけやったら入場するやろみたいな、なんか席まだ埋まってないから開演できないみたいな割とあるんすよ。もうあと5分しかないのに全然来ないけど大丈夫みたいな。でみんなそんなギリギリなんていう。楽しみやけどほんまに体調だけが心配。ライブのレアとかもあるやろうから大丈夫かなと。ミサモでもドーム4日間じゃちょっと足りない気がする。やっぱ何公演も行きたいみたいな人が結構おるから、ワンちゃん追加公演あるんじゃないかなって。11月2日3日にベルーナドーム、11月16日17日に京セラドーム、その京セラドームの最後で追加公演の発表で、みずほ福岡みずほペイペイドーム、バンテリンドーム名古屋で、最後東京ドームみたいなドームツアーになる可能性。ミサモジャパンライブツアー2024って言ってる。2カ所しかやらへんってことある？ほんまやっぱ東京ドームを使いたいんやと思うねんな。やっぱアーティストって東京ドーム好きやん。目指しがちやん。そんな感じかなと思います。関東近郊は
ベルナドーム、関西銀行は京セラドームかな。終わり。では